UEFAU-19 女子選手権2011は第14回目の UEFAU-19 女子選手権である。決勝トーナメントは2011年5月30日から6月11日までイタリアで行われた。ドイツが6回目の優勝を果たした。本大会は 2012FIFAU-20 20女子ワールドカップの欧州予選も兼ねており、 上位4チームが本大会の出場権を手にする。ドイツ、ノルウェー、スイス、イタリアが出場権を獲得した。参加44チームは4チームずつ11グループに分かれ、セントラル方式の1回戦総当たり制で3試合を戦う。各グループ上位2チームと3位チームの打ち成績、最上位チームの合計23チームが2次予選に進出する。 一次予選を突破した23チームに UEFA ランキング1位によりシードされているドイツを加えた24カ国が二次予選に参加する。4チームずつ6グループに分かれセントラル方式の1回戦総当たり制で3試合を戦う。各グループ首位6チームと2チームの打つ成績、最上位チームの合計7チームが本大会に進出する。 イタリアは開催国として参加する。2次予選首位チーム6チームと2次予選2位チームのうち最上位だったベルギーが参加する。4チームずつ2グループに分かれ、セントラル方式の1回戦総当たり制で3試合を戦う。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。組み合わせ抽選は2011年4月14日にチェルビアで行われた。 グループ A イタリア V ロシアスイス V ベルギーイタリア V スイスロシア V ベルギーベルギー V イタリアロシア V スイスグループ B ドイツ V ノルウェースペイン V オランダドイツ V スペインノルウェー V オランダオランダ V ドイツノルウェー V スペイン準決勝イタリア V ノルウェードイツ V スイス決勝ノルウェー V ドイツありがとうございます